付き合ってみたいとか思いますか？外国人の女性と。どう思いますか？いやこんぐらいの女性が理想だなみたいな身長あります？日本の文化が好きな女性多いんで、うん、それこそそういう日本の文化アニメとかを一緒に話したりしたいですね。見たり。なるほど。 Hey guys, hi there, I'm Takashi from Japan. Today I'm going to interview Japanese guys. What Japanese guy find attractive? Okay, let's find out today. On my channel, I interview Japanese people and foreigners in Japan. So it's the best channel for anyone who wants to come to Japan without traveling or living. And you can also learn Japanese here. So if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Tokyo and share information about Japan. So if you haven't followed yet, please follow it too. Okay, let's get started.女性のタイプとかってありますか？好きなタイプ。はい。まあ、優しくて、はい、まあ、短い、髪が短い女性が好きですね、自分は。あ、ほんすか？はい。じゃあ、ロングより、こんぐらいのショートカットの。ですね。なるほど。じゃあ、優しいっていうことを例えばおっしゃってたんですけど、はい、例えばなんかどういう時にそれを感じる、どういう時に優しさを感じますか？自分結構、コミュ力ないんで、はい、その、積極的に話してくれる、まあ、優しいというか積極的なある、うん、女性がタイプですかね。なるほど。じゃあ好きな人ができた時にどういうアプローチしますか？はい、自分から行きますか？自分からは結構行かなくて待つタイプの人間なんで、はい、自分服とか好きなんで、はい、服とかが興味あること、自分と同じ系統の人だったらその人に誘っ、その人の服を一緒に買いに行こうみたいな感じで誘いますね。なるほどなるほど。はい、じゃあどういうファッションの人が好きですか？逆に女の子。ストリート系っていうか、まあ、はい、ストリートの感じの女性も全然タイプですね。じゃあちょっとオーバーサイズの。ああ、そうですね。オーバーサイズの好きですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、外国人の女性と、付き合ってみたいとか思いますか？付き合いますか？そうですね。付き合ってみたいとは思いますね。どこの国とか、どこの人種とか、どこのエリアとかあれば。国とかは特になくて、はい、本当、日本、まあ、海外の女性はすごい、日本の文化が好きな女性多いんで、うん、それこそそういう日本の文化、アニメとかを一緒に話したりしたいですね。見たり。なるほど。女性の好きな仕草とかってあります？なんかあります？そういうの。仕草というよりか自分は結構ご飯をいっぱい食べるとか、うん、そういうなんか結構仕草というよりかはご飯をいっぱい食べることが好きですね。本当ですか？仕草というよりかは自分的には嬉しいですね。なるほどなるほど。ありがとうございます。まず女性のタイプってあります？自分にとってこういう女性が理想的だとか、まずあれば聞きたいです。尊敬できる、尊敬できる人、自分の中で尊敬できる女性が、自分にないものを持ってたりすると惚れちゃうことが多いですね。容姿はどうですか？どういうタイプの人が、はい、あ、目が大きい子が、お、目が大きい、目が大きい子がです。なるほど。ショートカットで可愛らしい子が。あ、女性の好きな仕草とかあります？髪後ろで縛る仕草、うん、がすごい可愛いなと思います。なるほど。じゃあ髪の毛長い人の方が好きなん？そうですね、短くてもいいんですけど、はい、長い方が好き。どっちかといえばかもしれないですね。なるほど。あります？なんか自分は耳かけっすね。耳かけ、ああ、かけで仕草が、なんか長い人でも短い人でも、ああ確かに、かける仕草が、あ、可愛いなって思います。自分が好きな女性を見つけたとか、うん、まあ、好きになった時に自分でアクションを起こしますか、それとも増しますか？はい、自分はアクションかける方ですね。自分かけますか？はい。どういう風に、どういう風に、メッセージってよりか実際に会って話してって感じで、必要以上に喋りかけることがあるかもしれないですね。自分から行くタイプで、けど直接は恥ずかしいので、自分は SNS で話してから、連絡で、そっから電話とかして直接会うみたいな。付き合ってみたいとか思いますか？外国人の女性と。どう思いますか？いやむずいっすね。別に外人の女性の方が別に嫌い、嫌いっていうかっていうのは全くないんですけど、どちらかというと日本人の女性の方が好きになる方が可愛いなと思う方が強いんで、どちらかというとやっぱり日本人の方行っちゃうんですけど、まあ、あと英語が喋れない、どうしても。なるほど。なんでコミュニケーションが取れない。じゃあなんか女性、外国人の人が綺麗だな、可愛いなと思っても、やっぱ好きになるとはまた別の話なんで、それ、そういうにはならないってことですか？あの、ピューって長、こういうふうに目で追っちゃうくらいかもしれないですね。なるほど、なるほど。どうすか？俺はありだな。全然ありだな。なんか、どういう人種とか、どういうエリアの人とか、国とかあります？自分はもう韓国にハマってるので、韓国人とか、あとは、ヨーロッパ。そこら辺の人は、可愛いなとか綺麗だなと思います。ありがとうございます。好きな
タイプってありますか？まず優しいとかですかね。優しい、なんかどういう時にそういうのを感じますか？女性といる時。なんだろう、自分が何かしててこううまくいかない時とかにこう支えてくれたりとか。ああ、なるほどなるほど。逆になんか向こうがこう何かやってて、はい、ちょっとへこんでる時にまあ支えてあげたいなとかはありますね。おお、大人ですね、すごい。なるほど。じゃあ逆に、あの、容姿はどうですか？容姿で好きなタイプは。容姿ですか、はい、細身の人が好きです。細身の人。こんぐらいの女性が理想だな、みたいな身長あります？あんまりでも、そこら辺は気にはしないですけど、やっぱり自分と同じ目線で、こう、話せたらいいな、とかは。何センチですか？僕180ですね。あ、じゃあ、日本人だと結構少ないんじゃないですか。あんまりそういないですね。なるほど、なるほど。女性の好きな仕草とかってあります？僕、ロングヘアの人が好きなので、こう、ちょっと髪をこう、かき上げる仕草とか。結ぶ時とか。いいですね、この仕草とかはすごい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。うん、あ、外国人女性と付き合いますか？どうですか？いや、でも付き合ってみたいですね。付き合ってみたいですか、うん、外国人の女性だと、特に欧米の人だと、170超えてる人もいますもんね、結構。あ、そうですね。そういう人。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あの、タイプの女性とかっていますか？そうですね。どういうタイプか。あ、持っていいですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。自分のタイプで言うと、クールな人がすごいタイプです、うん。なるほど。じゃあ、性格の面なんですけど、どういう方がタイプですか？例えば、おしとやかな、おとなしい人が好きか、結構、全然一緒に騒いでくれる、わちゃわちゃ、うるさい子が好きか、とか。騒いでくれる子の方がいいんですけど、はい。なんでしょう、ミステリアスな人の方が自分はタイプです。なるほど、なるほど。じゃあ自分のことを全部明かさない人の方が。そうですね。なるほど、なるほど。なんか女性の好きな仕草とかってあります？そうですね。自分は男らしい仕草がすごい、女性でもかっこいいなって思うときはいいです。なんか、例えば、どういうのがありますか？例えば、女性であんまやる人はいないんですけど、はい、その、口元汚れてるときとかに、こう手で拭う感じとかかっこいいなって思います。あー、なるほど。なんかティッシュとか使わないで。そうです。なるほど。ちょっとワイルドさがある。ワイルドさがある人がいる。なるほど。ありがとうございます。外国人の女性と付き合ってみたいとか付き合いたいと思いますか？付き合いますか？そうですね。自分は付き合いたいとは思いますね。なんか、特にどこの国の人とか、どこのエリアとか、どこの人種とかってなんかありますか？こういう人がいいなとか。あー、自分は、なんでしょう。南米とか。そういう黒人系もすごいかっこいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. Also, I'm planning to interview Japanese girls, interviewing same topic. So when I upload it, please check it out. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. And if you have any question that you want me to ask people in Japan, please leave the comment too. See you next time.